山田大二は、大阪府大阪市出身の男子、プロバスケットボール選手である。ポジションは、パワーフォワードであるが、スモールフォワードからセンターまでこなせる。200センチメートル、105キログラム、元日本代表。リンク栃木ブレックス時代カジマ中でバスケを始め、大阪校を経て、日本大学に進む。二千一年のヤングメン日本代表に選出され、四年時には、 インカレでは優勝に貢献し MVP、得点王、リバウンド王の3冠を獲得。卒業後の2004年トヨタ自動車に入社、バスケットボール部に所属する。2メートルの長身ながら1対1に強く、チームの得点として2005から06シーズンのスーパーリーグ優勝、2007年のオールジャパン初優勝に貢献。2005年には、 アジア選手権などの代表に選ばれ、2006年の世界選手権にも出場した。2007年、地元大阪のパナソニックトライアンズに移籍。2008年、デラ・カムイ北海道に移籍。2011年、リンク栃木ブレックスに移籍。2016年オフ、B2 の広島ドラゴンフライズへ移籍。2018年、B1 の富山クラウジーズに移籍。2020年オフ、 富山との契約が満了、その後他のクラブなどとも契約はしていないが、引退宣言は行っていない。現在は、元富山グラウジーズのクレイヤ・タカノリが、富山で主催するバスケットボールスクールのクラブチームコーチを務める。2021年8月自身 SNS で現役引退発表。ありがとうございます。